皆さんこんにちは。霊夢と、悟りです。今回は9レンズ弁当箱について解説していきたいと思います。9レンズ弁当箱とは、写真のような信号機のことを指します。かなり年季のある信号機ですよね。昭和40年代に NS、量産が製造していました。しかし、レンズはプラスチック、なのでレンズ焼けに弱く、レンズ交換してる箇所も結構あります。また、プラスチックの低価レンズが黄ばみやすく、消毒を生かしているケースもあります。静岡県の場合、テープで応急処置しているケースが多かったです。浜松市の場合、金指市に2機、一ノ町に1機、向こう塾町に1機あります。だいぶ数少ないですね。しかも9レンズがあるのは金指市西と一ノ町の計2機のみです。絶滅寸前ですね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。